今日私はルカによる福音書22章31節から38節の御言葉を通して「時を知る知恵」という題名で御言葉を語りたいと思います。時を知る知恵聖書を見ると人間の全ての働きには時があると語っておられます。学生の時は勉強する時であります。そうですよね。 勉強するときには勉強しなければならないと。そういう時期があるわけです。また世の中でも、例えば、えー、韓国であれば、ユン・ソン・ヨル大統領の時アメリカではバイデン大統領の時です。<laughs> 伝道の小3章1節を見ると、天の下では何事にも定まった時期があり、 すべての営みには時があると語っておられます。私たちはこの時をしっかりと分別しなければいけません。時を悟らなければいけないわけですね。ですから時を悟る知恵、時を知る知恵が一番重要であることを悟らなければいけません。今日の本文を見ると、イエス様はペテロに向かって、また弟子たちに向かって語られました。えー 面白い内容なんですけれどもルカによる福音書22章35節から36節を見ると35節に私があなた方を財布と旅行袋も靴も持たせずに旅,を旅に出した時何か足りないものがありましたかと聞かれましたその時弟子たちはいいえ何もありませんでしたと語りました36節にしかし今は財布のあるものは財布を持ち 同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って剣を買いなさいと語られたわけですね。イエス様は神様ご自身であります。すべてをっておられる方です。前には財布も旅行袋も必要のないと言われていたのにかかわらず、いきなりまた財布のある人は財布を持って、また同じ袋を持ち、また剣のないものは剣を準備しなさいというわけです。なぜイエス様はまた このように変えて語られたんでしょうか最初言われたことと全く違う内容を語られているわけです。昔はいらないと言われていたにもかかわらず、今はまた早く準備しなさいと前後が違うわけですよね。この内容はどういうことかというと、ルカによる福音書10章に内容が出てきます。ルカ10章1節を見ると、その後、主は別に70人を定め、 ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わせになったと語っていますね。イエス様が牧会をされる時、初期の時ですね。12の弟子のほかに70人を定められました。そして1年間訓練して2人ずつ先に使わせたわけです。伝道をしに行かせたんですね。その時、4節を見ると。 財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさいと誰にも道で挨拶してはいけませんと語られたわけですねイエス様の,その生涯の初期の時には伝道する時に何も持たずに行きなさいと語られたわけですしかしルカによる福音書22章では十字架にかけられる前ですですですからもうイエス様のその働きの終わりの方なんですね 十字架を目の前にしてあなた方は財布も準備し、また袋も準備し剣の、剣も持ちなさいと語られているわけです。ではなぜその内容が変えられたのでしょうかその理由は時が変わったということを知らせています。時を悟る知恵がとても重要なんです。20年受けた見言葉だけを受け,受けて その見言葉を掴んでいけばいいだろうと思うかもしれませんけれどもそうではありません時代が変わるように私たちも霊的にですね変わっていくわけですですから時にかなうそういう信仰を持たなければいけません何を意味しているかというと準備もせずに財布も袋も持たずに出ていった時はイエス・キリストの時だったということを示していますその時はどういう時ですか イエス様の時です。イエス様の時。どういうことかというと、最初ですね、初期の時は弟子たちの訓練も近いとされていませんでした。ですからイエス様が全てを責任を取ってくださるということです。あなたは行けばいいと。私が責任を持ってあげようと。それがイエス・キリストの時でした。イエス・キリストが全てを解決してくださるわけです。神イエス様が 奇跡も起こし、必要なものも与えて働かれたわけです。しかし今はイエス様の3年のその死役がもう終わりに近づいています。これからはあなた方が準備しなさいと語っているわけですね。時が来てあなた方も成長したと。これからはイエス様の時ではなく弟子たちの時であるということを知らせているわけです。イエス様はもうすぐ十字架にかけられて、 復活されれてから天に昇らにますではイエス・キリストのイエススキリストが私たちの目の前から亡くなるわけです。その時には弟子たちが各自自分の信仰を持って自分の力で歩まなければいけないわけです。ですから準備しなさいと語られたんですね。例えば子供が小さい時、幼い時はお使いもさせることはできませんよね。これ 1000円あげるから何か買ってきてと。でも行く途中にお金なくしてしまうわけです。しかし、成長すればですね、2000円あげるからちょっと必要なもの買ってきてとお使いをさせるわけですよね。同じようなことです。昔は弟子たちはそのような信仰も力もなかったわけです。ししかし 今からは準備しなさいと、時が来たと語っておられるわけです。また私たちが準備しなければならない理由は何かというと、今日の本文を見ると、サタンもペテロと弟子たちを願って、その願いも聞き届けられたからであると語っておられます。サタンが要請するわけですね。くれと。そのため、 あなたのために私は祈ったと語りました。しかし、ペテロはその時点でですね、自分もまたその時がどのような時かも悟らずに心配しないでくださいと。牢屋に行こうであろうとしても死であろうと覚悟しておりますと。自信を持って言ったわけです。何も知らずに語ったんですね。その時、イエス様は語られました。あなたは 鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろうと。しかし、私は祈ってあげたと。ましたよね今日、私たちが準備しなければならないものであります。時にかなう歩みをなしているのか確認しなければいけないわけですよね。最初、信仰を持った時は神様は全てを行ってくださるわけです。 しかし信仰が成長して、御言葉も悟って、信仰のその年が取れば取るほど、成長したものとして、父なる神様のその心を悟って、各自自分たちが準備しなければいけないわけです。特に今日私たちは、世の終わりにいると語っておられます。世の終わりの時には、 私たちは新しい信者であれ、また長く信じているものであれ、同じなわけです。時が来れば、すべてが成長しなければいけません、すべての人が。例えば、戦争になったとしましょう。そしたら子供たちが子供,子供のように遊ぶこともできません。平和なときにはどうですか平和なときには十分遊んでもいいわけですよね。 ですから世の終わりが近づけば近づくほどその成長する速度も速くなっていくわけです。ポーランドにある新聞を見るとですね2つの写真を対象して出したんですけれどもロシアの子どもたちが川の近くで水遊びしている写真またもう1つはウクライナの写真なんですけれどもヘルメットをかぶってそして機関銃を持って 歩くそういう、えー、子どもたちの姿を見せているわけですね平和な時は子どものようにゆっくり成長することもできますしかし戦争が来たらもう年も何も必要もないわけです生きるためには戦わなければいけません聖書でも同じです聖書では世の終わりの時も同じようなことが起こると語っています 信徒はですね信じ始めた人であれまた信じても年が経っている人であれ同じなわけですまた24章19節を見るとその日には哀れなのは身をもの女と血のみごを持つ女ですと語っていますね哀れなのは身代の女と血のみ語であると血のみごを持つ女であると,あると多くの学者がこの箇所をどのように解釈するべきか、えー、困っているんですけれども この箇所はどういうことかというと、世の終わりの時、見言葉を受けたならば、早く実りを結び、自分の中にキリストの実りを結ばなければいけないということです。そして、新しい人を来て、早く成長して、そういう成長した信仰までとならなければいけないということです。しかし、観難の時が来たにもかかわらず、そうやって、 成長できなかった人には、えー、災いがあるということを意味しているわけです。ですから時を悟ることが重要なんですね。私たちは実りを結ぶ信仰を持たなければいけません。しかし、教会に長く通っているにもかかわらず、いまだに幼い子供のような信仰の持ち主がいます。そうなってはいけないわけですね。では、 今日、イエス様が私たちに与えてくださっている御言葉はどう,なのどういうようなものなのか、またどのようにして準備すべきなのかを見てみたいと思います。まず一番目に、サタンの働きが強いからこそ準備しなければいけません。サタンの働きが強くなっているわけです。ペトロに語られましたよね。サタンがあなたのことを願い求めていると。あなたを求めていると。 今日の本文を見ると、えー、その麦をですねふるいにかけるようにサタンがあなたを求めていると語っていますサタンがこのペテロをあなたをふるいにかけようとしているとテストしようとしているということを意味しているんですねそういう試練を通してテストを通して信仰が本物なのかまた偽物なのか 強いのか弱いののかか弱をテストされるわけですですからこの試練の対象は信仰ですその人がこの人が本当に信じる人なのかどうなのかただ教会に来ているだけなのかそれをテストする,わけにするために与えられるものなんですねそういう信仰のテスト試練が来る時に私たちは祈らなければなりません 祈りしか勝利する秘訣はないわけです。祈らないからサタンの試練が訪れるわけです。私たちは試練,を試練が来る前に祈らなければいけないにもかかわらず、その前に祈ることができなかったから試練が訪れるわけです。苦しくなるわけです。自分の心が弱くなり、信仰が揺れるわけです。 そういう要素は何で来たのかというと平和な時に恵みの時に祈らなかったからであると語っております信じて祈れば心の中に平和が与えられると語っていますよねしかし祈らなければ不安であり全てがうまくいきませんフィリピ四4章6節7節を見ると何も思いを患わないで あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと語っておられます。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと語っていますね。神様の平安が私たちの心を守ってくださるわけです。どうすればですか祈る時です。祈る時。 私たちは何か出来事が起こった時に祈るのではなく日常とから祈りをしっかりと蓄えなければいけないわけです。世の終わりの時には本当にひどい審判が来ることを語っておられます。サタンが自分の時がもう少ししかないということを知っているからなんですね。じゃあ、目白12章、12節を見てください。 黙示録十二章十二節を見るとサタンが自分の時の短いことを知って激しく怒れと語っていますね。自分の時がもう短いこと、自分がもう審判されることを悟って知って神の子供たちを激しく怒りながら撃つわけです。ですから私たちはそのような時が来る前に。 祈らななけけければいけないわけですしっかりと準備して歩まなければいけないということを語っています。2番目に信仰が落ちるに良い時であるからです。信仰が落ちるに良い時であるから準備しなければいけません。私たちが今住んでいるこの世の中、この今の年はどうですか信仰が落ちるにふさわしい時期なわけです。 皆さん、どれほど良い時代を暮らしていますか周辺を見ても誘惑があります。またいろいろと戦争であれ、なんであれ、景気も悪く、インフレーションだとか。良いものもあれば、または悪いものもありますし、誘惑もあれば、観難もあります。私たちの心を行ったり来たり振るうわけですね。 これは何かというと、信仰が落ちるに良い、そういう世代を、時代を生きているということを意味しています。しかし私たちは今日の本文を見ても、イエス様が語られましたよね。選ばれた信徒に与えられる御言葉です。本文ではペテロに向かって語られていますけれども、ペテロは選ばれた信徒の代表です。私たちに与えられている御言葉なんですけれども、何を語られたかというと、 22章32節にあなたのために祈りました。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと語っていますね。ですからイエス様が私たちの信仰が弱くならないように祈ってくださったと語っていますよね。どれほど感謝でしょうか。ローマ人への手紙8章34節を見ても 今も神の右の座について私たちのために取り直してくださっていると語っています信仰が弱がれば心の中に平安がありませんしかし主が私たちをつかんでくださるならばペテロのように3回拒んでもですねもう一度またチャンスをくださるわけです私たちの信仰の対象はイエス・キリスト1人です 第2コリント13章5節を見ると重要な箇所が記録されています。第2コリント13章5節にあなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた勤身しなさいと語っていますね。第2コリント13章5節にあなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた勤身しなさいと。それは あなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですかとあなた方がそれに不適格であれば別ですと語っていますね恐ろしい見言葉でもあります信仰に立っているのか自分自身を試して確証しなさいと信仰があるというのはどういうことかというと私たちの中にイエス・キリストがあるのかどうなのかと それでなければあなた方は不適格だと語っていますね。捨てられたものだと。弟子たちも最初はイエス様が責任を取ってくださいました。すべてを満足にしてくださいました。財布も袋も剣もいらなかったわけです。何も必要なかったわけです。私たちもそういう体験があったと思います。 皆さん、そういう体験ありませんでしたかしかし、イエス様は、これからはあなた方自身が準備しなさいと。なぜこのように語られたんでしょうかこれはどういうことかというと、その過去の体験を覚えながら、信仰をしっかりと持って、あなた方の目の前に私がいなくても、あなたの心の中に、御言葉の中に私はいるんだと。 その御言葉をつかんで同じように歩みなさいと同じように世の終わりの準備して歩みなさいそうすれば私はいつも共にいるとただ過去には自分の目の前におられましたけれども今は自分の中にいる私たちの中にあるわけですそれが差です過去に教会に来た時に神様が恵みをくださり祈る時に答えてくださったその皆さん そういういい体験をしていますよねその体験を覚えながら信仰を守り続けて成長した信徒として各自自分の信仰を持って歩まなければいけないということを教訓しているわけですではここでペテロのような同じ失敗を繰り返してはいけないでしょうペテロは何と語りましたか「サタンがあなたを狙っている」と言った時に「主よ心配しないでください」と。 私はどこにでも行けますと準備できていますと傲慢になったわけです。しかし主がいなくなってこれからはあなた方自身で準備しないさいと語られたわけです。そういう時にああ私たちが成長したからできるんだとそうやって傲慢になってはいけないわけですよね皆さん。主がおられなくてもまた 主がおられた時も同じようにイエス様がいつも働かれるわけです。今も同じです。ペテロのような失敗をしてはいけません。私たちは主よと私はできません。私は足りないものでありますと。しかし、あなたはすべてをなさることができます。私を助けてくださいと。そうやって語る時、祈る時に私たちのすべての問題が解決されて、すべてのて、 道が開かれるとといいうことを信じてくださいその鍵はどこにあるのかというと主が私たちの中におられることに秘められているわけです。主が私たちの中におられなければもう捨てられたものであります。私たちが今暮らしている時は主を拒むのにふさわしい時代であります。ペテロも3回イエス様を拒みました。 ですから私たちも同じように、いつも日常から日常の時から祈りながら準備しなければいけません。イエス様が私たちを掴んでくださらなければ、最後まで残る人は一人もいません。では、3番目に私たちはこれから何を準備するべきでしょうか。サタンが働く時であり、信仰が弱まるのにふさわしい、そういう。 えー、時期で,ありますでは私たちは何を準備すべきですか今日の本文では3つ語られました。財布と袋とまた剣であると語っています。財布と袋と剣。財布というのは、えー、お金を入れて歩くものですよね。財布、ハンドバッグみたいなものです。その財布は何かというと、どのような意味でしょうか私たちに。 お金を貯めなさいと語っているんですかそうではないわけですよね。これはどういうことかというと信仰を準備しなさいということです。なぜならば、霊的な通貨、霊的な価値は何かというと信仰です、信仰。皆さん、日曜学校の時にお金では入れない神の国と。 歌ったことはありませんか神の国は信仰によって行くものです。天国ではお金必要ありません。天国の通貨は信仰です。ペテロ第一の手紙1章7節を見るとあなた方の信仰の試練が火で精錬されつつなお朽ちていく金よりもたっとくイエス・キリストの現れの時に 賞賛と光栄と栄誉になることになると語っていますね。信仰は金よりも尊いと。火で精錬された金よりも尊いと語っています。これが私たちのお金です。財布に入れるべきものであります。ですから、霊的な財布というものを何かというと信仰であります。信仰を一生懸命蓄えなければいけないということですね。ルカによる福音書18章18節を見ても、 主はこう語られました。私が来るときに、この世の中に信仰を見ることはできるだろうかと。信仰を見ることはできるだろうかと。また第一ヨハネ故障4節では、世に打ち勝った、その勝利は信仰であると語っています。信仰。信仰がなければ世に勝つことはできません。世の終わりを通過することはできません。 また2番目に語られた袋と語っておられますよね、袋を準備しなさいと。その袋というのは、旅行する者が食料を入れて歩くカバンを意味しています。遊牧民,遊牧民ですから、長い間離れているわけですよね。ですから、食料を蓄える大きなカバンが必要だったわけです。そのカバンは何かということ、言うかと。 何を語っているかというと食べるものです。食料を蓄えるもの。じゃあこの食料は何かというと神様の御言葉ですよね。また4章4節に何と語られましたかイエス・キリストが語られました。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるのであると語っておられますよね。私たちの主食は御言葉です。御言葉を食べなければいけません。 ですから私たちはいつも御言葉を準備して歩まなければいけません。アモス8章11節を見ると、世の終わりには御言葉を得ることのできない危金が来ると語っていますよね。私たちの心の中にいつも御言葉を蓄えておかなければいけないということです。また、ヨハネ6章27節に、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさいと語っていますね。 これは人の子が私たちに与えられるものであると語っています。神様がくださるその御言葉が私たちに与えられる口ない食物であると語っているんですね。あなた方はこの世の中を暮らすときに信仰を蓄え、御言葉を蓄えなければいけないことを語られました。そして最後に剣を飼いなさいと語っておられますよね。 剣を買いいなさいこの剣というのは精霊を意味しています。見言葉ですね。エペソ6章17節を見ると、エペソ6章17節を見ると、えー、救いの兜とをかぶりまた、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいと。神の言葉。 この剣というものはどういうことかというと、のこの剣はただの御言葉ではなく、精霊による権威と力を意味しています。私たちに与えられる唯一の武器、サタンに打ち勝つことのできる御言葉の力が必要であるということです。私たちは御言葉を受けておきながらも、必要な時に準備できていなければだめなわけです。祈らなければいけません。 聖霊の権威と力を受けるためには御言葉も必要ですけれども祈りも重要だということです祈りがなければ力は出ないわけですよねこのようにイエス様が警告の御言葉を語られたんですけれども今日の本文最後である38節に何と語りましたか弟子たちがルカ22章38節に主よこの通りここに剣が二振りありますと 本当に剣を持ってきてですね、イエス様に見せたわけです。うん、イエス様の心はどうだったでしょうか、皆さん。うん、もう十分だと。まだ悟ることはできないのかと語っておられるんですね。じゃあ、私たちに、えー、服を売って、着物を売って剣を買いなさいと語りました。この着物というのは何ですか着物というのは 人の身分を意味していますその身分を知る時に着物を通して悟ることができます。ですから着物というものは自分の外見であったりまた形式であったり身分地位世の中の名誉を意味しています。世の中のものですね。ですからこの着物のせいで 恵みを受けることができない人が多くいます着物のせいで恵みのその場所に行くことはできないことが起こるんですね着物をすべて捨てて剣を買いなさいと語られています教会に来るときには着物を捨ててこなければいけませんそうしなければ恵みを受けることはできないということです御言葉の力を得ることになります信仰が強められますしかし着物を着て 教会に通う人はですね財布は空っぽで袋も空っぽで剣も与えられませんヨハネ中三章4節を見ると最後の晩餐の時にイエス様が夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたと語っていますねそして弟子たちの足を 洗ってくださいました神様の御子であられるイエス様も着物を全て捨てて形式であったり地位であったり身分全てを捨ててですねひざまずいて弟子たちの汚い足をきれいに洗ってくださったわけですイエス様もこのようにされたのならばイエス・キリストを信じて歩む私たち信徒一人一人も 同じように捨てななけけければいけないわけです皆さん。私たちは霊的な着物をすべて捨てて子供のように謙遜な純粋な信仰を持ってお互いにえ助け合い祈り合い愛し合い私たちの霊的な財布と袋を蓄えて霊的な剣を準備する皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。 祈りまます愛す愛る地なるな神様感謝いたします今日も私たちに与えられた御言葉のように時にかなう時を悟る知恵を与えてくださったことを感謝いたします。これから御言葉をしっかりと準備し財布と袋と剣を準備して歩む信徒となることができるようどうか導いてください。こののの働きたために私たちの妨害となる 着物すべて脱げ捨てることができるように導いてください。堕落した人間として、この身分を、この着物を掴んで、着物の中に隠れようとする時があります。しかし私たちはすべてを捨てて、自分自身を低く謙遜に歩み、イエス様の前に出ていくことができるように導いてください。また、 私たちの教会がもっともっと一つとなりお互いに祈り合い愛し合いながらサタンの働きが攻撃してくるときにも私たちは信仰によって打ち勝つことができるよう祝福してください私たちの信徒一人一人を導いて守ってくださいどのような問題が私たちの暮らしの中にあったとしても信仰によって祈りながら解決することができるように祈りの力を 得て歩む信仰の持ち主となることができるよう祝福してください。また、祈りの答えを受けて、いつもすべての家庭ごとに平安が与えられるよう導いてください。すべてをなされることを信じて、イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。